便器ですよね。俺ね、どっちもいけんのよ。ボッコボコ？ボッコボコってこと。手札厳しすぎだろ。いや、女殴ってされてた男になりましたけど。おい、やめろって。やっていきまーす。意外と上手いでしょ。じゃあ、お口直しの性癖食わず嫌いやるか。そうだった、忘れた俺。マジで頭からぶっ飛んでたわ。私、この話した後にバケモンデッキ披露するの超嫌なんだけど。皆さん、食わず嫌いよは見たことありますか？それより、まず、バキバキ童貞のバキ童さん見たことあります？前から俺が推してる YouTuber が一人いて、定期的に見てる人がいるんですけど、バキ童さん。あの方の企画を最近、2、3時のうさぎの委員長がやってて、結構注目を浴びてる企画があって、それが性癖食わず嫌いよ。まあ僕たちもやってみようかなっていう感じでございます。触れるな危険なら、そのジャンルって感じですけどね。とんでもねえの出てくるぞって。まあ、ルールとしては、性癖をお互い4つ用意するんだよ、手札を。3つはその性癖の中で好きなんだけど、1個はめっちゃ嫌いな性癖なの。嫌いなやつも自分が好きなようにプレゼンをして嘘をつかないといけないの。そのプレゼンを聞きながら、その中のどれが嫌いなのかってのを当てるゲーム。ちなみにこの企画をするにあたって、私何でもいいんですよねって3回ぐらい確認しました。いや、本当に何でもいいんですよね。俺前回動画消されてるからね。直接的な表現すぎるものは丸にしてね。なあ、じゃあ俺からじゃあちょっと行こうかな。じゃん。一つ目、落書きプレイ。落書きプレイって書いてあるけど、そう、あれですよ。もう、なんて言うんだろう。便器ですよね。で、二つ目はもう浅めで、もうビンタですよ、ビンタ。はいはいはい。三つ目が、そういうのを管理する。マルセイ管理。うん。四つ目が、風俗落ち。うん。これが俺の手札です。この中の三つは好きなんだけど、一つはすっごい嫌いなの、俺は。はいはいはい。癖レベルで言うと、上級までではないと思うんだよね。うん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 。そう、俺はこの中の3つ好きです。ジャンルとして。はいはいはい。俺はこの中のジャンル3つ好きです。これも丸に変えた方がいいのかな？わからねえ。どれがアウトでどれがいけるのかがわからん。まあ多分大丈夫だろう。まあ行きましょう。私の手札、こちらです。言ってる意味が分かんない。待って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 俺ね、待って、言ってる意味が分かんないとは思わなかった。これ何、やりすぎたなこれ。これみんな意味知ってんのかな。7点の手札がこちら。上は分かるよ俺。はい、はい、その下の3つがマジで分かんない。バケモンすぎない？ちょっと待って、バケモンすぎる本当に。まあこの中のうちの一つは嫌いですよね。うん、なあ、これはそのプレゼンフェーズの時にこういうものだっていうのを分かるように説明してくれるんだね。そうですね。これみんな分かる？はい、全部分かる。マジマジかよ。そもそもデフォルトとして嫌いなものがなかったんですね。まず自分のそのエロ漫画デッキの中からこうバーって見て、この中で一番気に入ってるコンテンツはあるんですけど、実際この中に。あ、そうなんだ。これはちょっとあれだったね。雑談する順番間違っちゃったね。だとしたら。やばいね。やばいね。みんな胃もたれしちゃうかもしれません。ね、もう最後に。じゃあちょっと行きましょうか。うん、一つずつ。手札が弱い俺から言っていいですか？
あ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。まあ、落書きプレイですよね。まず、はい、清楚な、委員長タイプの子がね、なんかヤンキーたちに、もう、うん、もう身勝手にされて、はいはいはい、はい。で、最終的にはもう、性欲を処理するだけの、ものになってしまうんですよ。うんうん、はいはい。した回数みたいのを、その皮膚に書いてしまうみたいな。はいはいはい。やっぱり人が変化していくところっていうのは見るのが好きなんだよね。そのやっぱり真っ白なもんが、最終的には、快楽に抗えなくて、はいはいはい。闇落ちみたいな、ね。そう、みたいな状態が、俺は大好きなんだよね。はいはい。こういうのって、だいたい、1対1じゃないのよ。1対複数なのよ。確定で。うんうんうん、それも好き、うん。1対1で落書きプレイするのは、ちょっとド変態の域を超えてるから、このコンテンツって、1対複数なのが、絶対的に確定してるから、好きです。確かにね。はい。2つ目、ビンタですね。はい、僕の好きな性癖。何笑ってんの？いやいやいや。このビンタっていうのは、どんなシチュエーションでも使えるんだよね。ビンタっていう行為って簡単じゃん。だから、する前にも使えるし、してる最中にもできることなんだよね。うんうんうん。で、いつでもできるじゃん。俺的には、女の子が困った顔を見るのが好きなのよ。困った顔っていうか、なんか困った顔でちょっとビビってる顔、屈服させてる感じ、支配欲というか、そうそうそう、支配してる感じ、うんうんうん、もう完全に俺のだよみたいな、うんうんうん、それも落書きプレイと若干似てる、ちょっと若干物寄りというか、うん、扱いが雑なのが好き。うん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 。で、3つ目、マルセイ管理。俺ね、どっちもいけんのよ。はいはいはい、S だけとかじゃなくて、M の方向性もいけんの。どっちかに、なんか俺、偏ってるとじゃなくて、二つ刀を持ってるんだよね。キリトくんなんだよ。男目線で言うとね、うん、我慢してからが一番気持ちいいってのが分かってるわけよ。はい、はい。これはもう実体験として。はい、はい。そういうシチュエーションっていいよねってのが、もうまさに分かる。はい、本当にそうなの、これは。これが気持ちよくないはずがないっていう。だからこのシチュエーションは好きかな。はいはい。で、最後の、続落ちですよ。はい。はい。よくありますね。はい。これがなんで好きか。なんでが難しいんだよね。シチュエーションとしてはね、気持ちいいって言って続落ちじゃないのよ。愛する、誰かのために続落ちするパターンが、結構あるんだよね。いや、これ分かるかな、分かるかな、作品の系統として分かるよね。あのその男の人のために、その男の人が借金しちゃったとか、借金を返すためにもう本当にいやいや頑張ってるのよ、はい、私はあなたのために頑張るからねって安定してまんの、こういう作品って。分かるかな、分かるかな、歪んでんな、バッドエンドがあるんだよ、はい、なんかね、漫画のこのコマが最後、うん、真っ黒で終わんの、真っ黒に真ん中に一文字でも私はあなたが好きみたいな一文で終わるんだよね、これは感じです。まあ NTR よりではあるかも、ね、そうね、そうね、うんうん、ネトラレよりではあるかな。俺のね、手札がね、見た感じで言うとね、弱いんだよね。性癖に弱いも強くないっすよ。ちょっとそっちお願いしていいですか。はい。さあ、説明も込みで頼むわ、そっちは。はい、かしこまりました。うん、ネトラ性、ね。ネトラ性っていうのは、お互い合意があって、うん、行ってこい、お前。抱かれてこい、誰かに。ほい、みたいな。すごい嫌な気持ちなのに、うん、それが一番興奮するっていう性癖の。そうね、そうね、そうね。あ、やっぱそうか、うん、どっちも悲しいんだよね。そう、どっちも一応悲しい。あ、はい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 。です。はい。で、まあちょっとあの、丸が入っているの。これマジで分かんない。丸は読まない方がいいのかな。可逆両辱って言って。それマジで分かんないよね。まあ両辱っていう言葉だけでも、まあよし。あ、そうなんだ。そう、それという癖もある。
というか、まあ陵辱って言葉にその可逆っていう言葉も含まれてるっていう感じではあるんですけど、うんうん、もう、はい、ボッコボコボッコボコってこと。傷ぐらい、はいはいはい、もうちょっと浅いんですけど傷ぐらいが好みですね、うんうん、で俺次本当に分かんない俺想像もつかない次の手札は、まあ、前立腺は、ま、皆さん分かりますね、うん、男性のの奥です、うん、簡単に言えば、うん、エネマグラっていうカタカナ、うん、これが器具です。女性用おもちゃのローターみたいな感じ。マッサージ器具ね。あ、マッサージ、そうそう、マッサージ器具、うん、あの、まあ、医療用器具。あ、そうなんだ。昔開発された勃起不全かなんかを治す医療器具。そうなの。クスコ的な。これは作品があるの、こんな。あ、いっぱいある。これ、まあ、M 男の方は好んで見るんじゃないでしょう。なるほどね。男の子とか女装的なので女の子に侵されちゃうみたいなやつだったり、うん、そういう話ですね。最後、現実改変って書いてあるんですけど、まあ、簡単に言うと催眠です。催眠の中でも、はいはい、言いなりにさせるやつじゃなくて、もうそもそも自分のことを好きにさせるみたいな。あ、それ現実改変って言うんだ。そう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 、ドスケベにするみたいな。はい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 、いや、その人の当たり前を変える系かな、世界っていうか。はい、いや、ちょっと待って、俺考えさせてちょっとマジのシンキングタイム入っていい？どうぞ。ニトさんは方向性が全く逆じゃん、うん、逆か？逆じゃないの？あ、逆か。逆だよね。 S か M かで考えた方が多分このこれはいいんだよな。 M、S、M、S、まあ、ちょうど半分半分ですね。はい、わかった。俺は7点のこの性癖じゃないのがわかりました。はい、私も決まりました俺が発表して7点が発表して実食は同時だから。はい、実食タイムでもうお互い見るんですよ。俺は今からそのコンテンツを探すから、うんうん、お前が言った。はいはいはい、オッケーオッケー、うん、オッケー。7点が性癖じゃないと思うのはエネマグラです。3番。ほう、これはなぜとか聞く。やっぱり奈良店の恋愛相談を聞いてると相手を自分のものにしたいという欲求を感じられないんだよね。ほう、俺がエネマグラがどういうものかがちょっと具体性が分かってないんだけど開発したいという、なんか、はい、そいつの新しいところを見せてこいつをもう私の所有物にしたいっていう欲求が7点にあるとは思えないんだよね。恋愛予想だで、私が思う嘘性癖、うん、めちゃくちゃ未だにちょっと正直悩んでるところはあるんですけど、うん、北さんのその自己肯定感の高さとプライドの高さ的に丸性管理はなんだお前ってなるのかなって気は。あ、なるほどね。しない気も。いくつ経験しましたか？え？何？これいくつ経験したのかなって。ん？およ？やっぱ経験できるじゃないですか。うん。便所もビンタも。うん。管理されるのも。うん。相手を落とすのも。まあ、いくつやったのかなって思って。2かな？ 2。あー。なるほどね。現実は。はい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 。うん、混じってるわけだ。俺は現実の兵器は混ざっちゃうね。こういう作品を見るときも。結果次第で、まあ、ちなみにどれやりましたかって聞こうかな。お互い出揃いましたか？出揃いましたね。じゃあこれを、いや俺は丸性管理のコンテンツをこうスマホで見るわけよ。7点はエネマグラを見るわけよ。これ実食フェーズだから。うんうん、うん。今ね。参りましたか？大好きですかで答えるわけよ。はいはい。いいですか？はい、どうぞ。実食！てか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 。一番楽しそうだな。ちなみにこの企画の、 その打ち合わせするときの段階ですでに楽しそうだったんでしょ。
はい、大好きです。はい、参りました。イエーイ。甘いんだよ、あれね。結構イージーでしたよね。結構3の人が多かったじゃない。あ、2の人がいるわ。まあ別に嫌いじゃないけど、何も思わないが正しいんですよね、実は私、この3番。あ、そうなの。創作物で見るものにおいて、うん、あんまり。へぇーって感じですね。俺はもうこれはもうまさに好きなんですよ。作品の話であるけど、うんうん、もう鉄でできたね。低層体ね。そう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 。ああいうの好きだね、俺は。あー、自分のタイミングでさせろやの人かと。それは気持ちいいよなってのが男にはわかるからさ。ほー、うん、ちなみに一番好きな漫画は2番のコンテンツの漫画なんだけど、持ってる漫画の数で多い癖は何ですかって言ったらネット出しだねが多かったですね。ああ、そうなんだ。俺ねー、アヘがダメなんだよ。ああ、もうね、90% 以上の演出であるの。もうその要素が少しでも出てきたら、はいはい、もうちょっとって俺ダメになっちゃう。へえ、なんで。ちなみになんかちょっとそういう系統が基本的にあんまり好きじゃないんだけど、ひょっとことか、うん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 、作品感というか、リアリティがなさすぎるの、ちょっと。はあ、なるほどね。ほぼもう見ない、俺はこういう系は。やっぱりこういう性癖みたいなリアルが俺はめちゃめちゃ反映されてた。うん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 、俺のはリアル寄りで、奈良天のはちょっと本当に創造物だよね。そうですね。現実世界でなんかやれることやりすぎて、できることやっちゃったから、ファンタジーを求めちゃった。もう二次創作には。なるほどね。そう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 。強いな。一発目の対戦相手がサノスだったな。1戦目からサノスと戦うことになるとは思わなかったな。ちなみにその4つのうちの2つはどれやったんすか。は？え？言えないやつ。いや言えないわけじゃないけど、まあ2と3かな、単純に。だよな、うん、2と3以外ないでしょ。落書きぐらいだったらまあ別に、まあ、そう、あれ、まあ、あってもおかしくない。じゃあない、絶倫で書いてたかもしれん、1対1で。1対1で書くの、マジで5変態1対1でこう書いてたかもしれん。すごい回数することになるけど。はい、ひとみ VS ナーテンの食わず嫌いをひとみジャパンの勝利。おい、試合に勝って戦いに負けた感ありません、大丈夫ですかみたいな。手札厳しすぎだろ。いや、女殴って射精管理されてた男になりましたけど。おい、やめろって。オンオンじゃねえよ。オン、ビンタできるほどのメンタルの男いなかったかもしれん。女殴れる男案外おらん。女殴れるっていうのはちょっと語弊を生むけどね。殴るとビンタだと、うん、領域が違うか、違うというか、ビンタだとプレイだから、うん、ぶん殴ったりはしないぞ、俺。グーじゃないから。グーじゃないし、その音は鳴るけど痛くないみたいな、そのギリギリなライン。プロ、もしかしてビンタのプロ。お前もうやめろ、お前やめろ。人のことビンタした、死なれてないと痛くない、音鳴る鳴らないの判別できんでしょ。やってんねえ。もうやめろ、お前、もうやめろ、マジ。おー、やめてくれ。お前マジ良くないね。お前マジで良くないな。いや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 、この企画持ち出してきたのはそっちっすよ。そんなね、生半端な気持ちでかかってこられちゃ困りますよ。したいっていう方向性じゃなくて、うん、相手がそっちの方が入れるかなっていう気持ちの方がでかいかな、そういうのって。あ、してあげてるっていう。あげてるって言うと上から目線になるけど、まあ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 大丈夫ですよ。 M 女してあげてるで喜ぶんで。
相手のため に,、うんうん、ためにもしてる。これは盛り上げの演出、クラッカーと一緒、あれは。そうそう、パーティーでいうクラッカーと一緒だから、あるとないと全然違う。いじってくんなお前。いや、いじり返していいっすよ。いじれるとこないもん勝てるとこがないからまあ恋愛相談でね、ちょっと俺偉そうに言ってるからね、ゴブゴブかな。確かに、うん、確かにね、うん、殴り合い言い訳ですねこれ。まあでもこれツイッチ配信者で他にやる人多分いないんで、この企画は。本当ですか？誘ったら案外。いや俺の知り合いだとマジで一人もいないね。だってこの企画ってプラスじゃないんだもん、うんうん、企画の方向性として、うんうん、源泉の方だねこれは。ふるいにかけてるこの企画は。ファンの人たちのファン度は増したかもね、その俺に対する信度は増したかもしれないけど。でも浅いところにいた俺のことが好きか嫌いかわからない人たちをふるいにかけたって感じかな。なるほどね。まああとこれはえなこさん呼べんな。呼べないっすね。いやありがとう、本当に最初のうちで飾ってくれて。これなんか無理だね。ありがとうございます。